どうもボビー・アトレーザーのボビーです。えー、ボビー・アトレーザーのアトゥリーからですね、ライブでお届けしております。ね、えー、今日は土曜日ということでですね、音楽の話ね、今週何しようかなと思ってました。で、やっぱりね、あの、海バンドでね、ロックに目覚め、えー、それからですね、えー、バンドを組みたくなる,なるわけですね、高校入って。 この時にですね、えー、バンドでやったのがこのアースシェイカーですね、うん、アースシェイカーをちょっとお、ね、思い出を交えながらですね語っていきたいなと思います、ねえー、レコード、まあ、今ちょうどこのレコードがあったんでこれですアースシェイカーねえー、こ,こっちこ,やっぱこ,こっちのほうがいいかな、うん あのこれは「ミッドナイト・フライト」ですねアルバムこれがちょうどあの手元にあったのでえ今日はこれをですねえ見ながらですねお話しさせていただきたいなと思いますね少しだけお付き合いいただければ幸いですねえこのアーシェイカーのですねえこ,れこのアルバムの中にはですね、えー 割と誰でも割とカラオケとかコピーバンドでねよく演奏で聴いてるナンバーでですねこの「ラジオマジックね」ねやっぱラジオマジックはですねやっぱりこう皆さん知ってますね大体僕らぐらいの世代はで分かってますよ。ねっもうかっこつけてね。もうカッコ昭和 <laughs> 1985、ね、年4年5年6年、えー、そのあたりをですね青春を過ごした方はですね、えー、でバンドを組,組もうっていう方はですね大体も通ってきてるんじゃないですかねまあまあいろいろなジャンルはありますよたまたま僕の育った環境はあちょうどメタルの元年っていうか僕の中でねあの僕同級生が、えー、やっぱギター小僧がいたわけですよ。うん、やっぱ彼があ ね、やっぱ親友でずっと音楽の話をいつもしてたわけですけどね音楽性は全然違うわけですよ、えー、彼がですね「あのロッキン F」っていう雑誌をですね当時毎月、えー、本屋に買いに行くわけですねでそのまあそれでいろいろ情報を仕入れるわけですよ、ね、で、まあ、僕はあの当時はあギターブックって言って GB って書いてるギターブックっていう雑誌をですね、えー、いつも毎月買ってたわけですね やっぱニューミュージックメインですかね。うん、やっぱこの当時、バンドを組む時に、やっぱこう歪んだ音とかね、やっぱこう、ギタリスギター小僧が大体バンド組もうって言いますからね。うん、でですね。ええー、僕は洋楽とか、もろもろ聞くきっかけになったのも、このアースシェイカーからでしたかね。うん、どちらかというとで。 初めて聴いたアルバムはセカンドアルバムのですね「フィジティブ」っていうアルバムでした日本語やしあのメロディーラインもすごく分かりやすいしあ僕やったらそのこれでやったらあなんかあ僕もバンド組みたいなって思ったのが「フィジティブ」っていう,うアルバムでしたね「記憶の中」っていう曲がね一曲目始まってねそこからあのやっぱこう「モアですよ B 面のひっくり返した時にね B 面の一曲目の「モアですよ <laughs> だいたいギター <laughs> をやってる友達は、ね、大体この「モアをですね、えー、のそあのイントロからですねソロギターソロとかですね、あのー、こう得意げに、えー、こう奏でるわけですよ教室とかでねあのチのカチャカチャカチャカってねこうあのアンプ通さずねあねもう,もうね昼休みとか休み時間にですね聴、えー、か,かしてくれるわけですよ、うん、そんな感じでですね えー、そこからですねバンド組もうっていうことで,ですねメンバー集めて、えー、僕もですね、えー、マーシーさんに憧れてですね <laughs> あの毎日ね、えー、腹筋したり、えー、してましたよ。うん、なんかこう喉にえ養のないかなとかあの伸びる声とかねあの伸び上がる声っていうかしなりのあるようなあ美しいこう声声量というかもうあのね何とも言えないこの セクシーな声というかその様というか当時はね動画もそんなに、ね、珍しい時代だったのででまあましてや僕みたいな小豆島っていう限られたところにはですね あのー、なかなかそういう情報とか映像なんか特に入ってこないんですねなんでまあ特集番組があるっていうなったらですね、えー、録画してですね <laughs> それをあのそれこそテープが擦り切れるほどその映像をですね見たりとかあとムック本とかを妹が買ってきたりとかですねあ一冊丸ごとアーシェイカーの <laughs> 本とかね、えー、買って。 たたりししてました、ね、でやっぱりこのバンドを組んでこう、ね、文化祭とかのためにこう汗水さらすわけじゃないですか。ね、でやっぱ「僕はモア」の歌詞でですねナイフを握りしめた18の、ね、なんか炎がよみがえるっていうのがあるわけですよね。やっぱこう18の頃の僕もですねはあ割と伸びやかなのどかなね環境っていうか、ね、あの瀬戸内のですね <laughs> なんかこう刺激は欲しいけどなんかこうなんていうんですかねあのあまりそのなんかこう攻撃的なというようなあ歌詞も生まれるわけでもなく割とののんびりねあの青春をしてましたんでねあちょっとその辺はあれでしたけどただあやっぱこうアーシェイカのそのえー 破壊するようなあヘビーな音とそれとメロ当時はメロディアスっていう言葉をねその時当時初めて知りましたねメロディアスっていう言葉をねこうこう何とも言えんこうなんかこう叫ぶだけでなくメロディーラインもすごくこうスーッと入ってきてですねもうやっぱり僕はマーシーさんの歌唱力にもうノックアウトされましたねうんでまあ時を経てですね。えー まあそれか30年ですかぐらいですかねうんたってですねあのまあこういうねボビー・アトレザーのねこういうロックのねえテイストのことをやってたらですねいろいろご縁がつながってですねえ初めてこうマーシーさんにお会いできた時にはねもう感激しましたねうんなんかこう不思議ななんか夢のような時間というかそうでしたね えー、まずねそのきっかけってなったのもですねいろいろありましてね、まあ、ちょっとその話もねちょっと交えたいなと思いますねボビー・アドレーザーとしての配信なんでねで初めてねこのご縁を頂い,いたのはこの写真にねあの僕のーレーザージャケットをですね、えー、羽織ってくれてるマッド・大内さんですね、あのー、アンセムのースーパードラマですよねもっとね。やっぱりその マドさんとあのひょんな、ね、あのご縁を頂きましてね、あのー、当時、えー、マドさんがですねいろんな方とこうセッション、ね、お仕事されててで当時「か、あ、ま、のー、ケンっていう、ねえー、バンド今,今でも、あのー、活動中のバンドですね、えーえー 鎌倉県っていうユニットをね、えー、でツアーを回ってたんですね。その時にあのー、ベースのです、その時のベースシストがですね、ア、えー R.C. 会の海さんだったんですね。うん、もうあの海さんの、えー、ね海さんとの写真、<laughs> えもう感動しましたね。もうあ海さんやと思ってね。 うん、もう全然あの人当たりというかもうあの本当にね、えー、人間性がもう大好きですね僕も甲斐さんとねあのお話もさせていただいたりねあのこうお,お酒もね <laughs> 一緒にね交えながらね甲斐さんもですね甲斐、えーまあ、さんとこう松さんがとかねあ,ケンあと健太郎さんねで3人で困ってましてほんで今、まあ、大阪に来た時にね、えー ご紹介い,ただいてですね,、えーでですねえー、ちょうど、あのー、甲斐さんもですね <laughs> あの革細工をねレザークラフトをね、えー、ちょっとこう目覚めてることですねもうあのー、それでですねあの甲斐さんと何回かやり取りさせていただきましたね、うん、僕のレザーでねおの、まあえー、使った後で、まあ、あとでまあいっぱい溜まってくるわけですよ僕もね。 それ甲斐、ね、さんに、えー、お分けさせていただいたりとか、ね、して甲斐、まあ、さんは本当にあのも,うもう本当人柄がですねもう本当にね、えー、もう最高なんですよ。<laughs> で甲斐さんの作ったナンバーもね僕も当時コピーさせてもらいましたしね。うんで 甲斐さんがのライブですね「あのテイクマイハートっていうねあの武道館ライブにも収まってるね甲斐、ね、さんがボーカルを取ってるねその「テイクマイハートを生で何十年越しに、ね、レコードではとかカセットテープではもう何本何度も聞いた「テイクマイハートがですね目の前で <laughs> 繰り広げられるっていうかね生,生で目の前で「テイクマイハートを聴けたっていうことがですねそれも マッ、ねまあ、ド・オーイさんのドラムですよ、ね、アンセムとアーシェイカの合体みたいな感じで,ですね非常に贅沢なねなひとときでしたね,ね。今でもねまだこうねツアー回られてねまたあもしねこのご覧になってる方ですね「えー、カマケンって言ってね平仮名で「ケンって言ったらどっかに出てくるとヒットすると思いますけどね, <laughs> ねぜひね「あのえー、カマケン釜す、ねえー、レアなあ、ね、本当に。あの ハートフルな、うん、ライブはですね、えー、体感してもらいたいなと思います、ねでえー、マーシーさんですね、うん、このマーシーさんと <laughs> いろいろな写真があるんですけどたまたまパッと出てきたのがこの写真しか <laughs> がパッと出てきたんでね,、えー、ねマーシーさんですよもう何十年ぶりに憧れてね、えー、多分僕みたいな人間は多分あの星の数ほどいてると思いますね、うん、僕もあの マージさんに憧れてですね暴、えーカリになりたいっていうことですね、えーまあ、それで小豆島から出たらもうまず大阪に行こうと言うてね <laughs>、うん、なんかそういうふうなあって、まあ、そのまま三十数年、えー、大阪で、えーね、過ごしてるんですけどもね、うんまあ、バンドを組みたいなと思ったり、えー、メタルがやりたいな 本当にメタルガスの血が流れてるかってい僕の場合はちょっと違うかったみたいですね。<laughs> やっぱりマーシーさんみたいな熱い言葉も僕にはなんか出てこなかったしただもう本当にねもうマーシーさんのソウルというか歌というかねあのはもう僕の中人生の中で、え。ー もうずっと残り続けるでしょうね、うん、やっぱりあの夢のような時間ですねやっぱマーシーさんが僕のことを知ってくれてるというのも非常に、えー、ありがたいですし、えーね、またお会いできたらなということがあずっと思いますね。うんま、初めてね僕もあのアーシー・エイカーを生で見たのは、えー、高校生の頃なんですね。高校3年生ですよちょうど、うん 大阪芸大のですね夏期講習があってそれでもずっと、えー、いとこの家にですね、えー、世話になりながら毎日大阪芸大に通うわけですよ当時ね高校生の頃。でそれをが終わって、まあ、そ,んそこでもねいろんな方とこう、ね、同級生に後になる友達とかともね出会って、えー、その子たちがですねあのー 僕が田舎でてきたでしょで、まあ、バンドはこんなんやりたいんやという話をずっとするわけですよ教室でねあの。芸大なんでずっと絵を描いてるんであの割とフリ,ーなフリータイムが多いわけですよね絵筆を持ってね。うん、だから えー、その間ですねあの大阪に住んでる子も地元の子も多いでしょでライブハウスに、えー、ね今夜行ってみようとってとかでね連れて行ってもらったりとかしてね、えー、初めてライブハウスに行ったのがバハマっていうところでしたね、うん、南のねアメリカ村の方やったかな、うん、でそこでバンドを見てですね、うん、いつか大阪あの。 <laughs> 大阪に出てきたらバーバに出たいなっていうのが漠然でありましたねバーボンハウスとかね当時ね、うん、まあそれは全てかなわぬままでしたけどもね、うん、まあだ,だけどもん、まあ、そんなことがそういう経験とかいろんなことがあって今ね三十、えー、数年経ってこういうことを、ね、こういうなんていうんですかね、えー、音楽というのはバンドでは僕はかなわなかったけども。 レザーというものに出会って、えー、レザーファッションという世界に出会って、えー、こういうね、えー、ロックスターの方とお会いできたということは僕は意味はあったんじゃないかなって思いますねそのいろんなあの,なあのなんですかあの挫折やらもろもろね夢を破れたりいろんなことありましたけどねけどそれはあ今,今もそうですけど。 こう,うこういう時間を経て出会,い出会うための時間やったようなあそんな気がしますね。はい。でですね。えー、あの、ね、ギターリストのね、えー、シャラさんですよ。ね、シャラさんもね、あのー、ともこうゆっくりお話、こ,まあ、この時かなイベントの打ち上げでですね、えー、一緒にお話しさせていただいてね。で、あのー。 今はね、あの今ちょうどこの放送してる時まで、ね、久保田洋子さんとかねとかと「パニッシュっていうバンドでね、えー、回ってはると思いますけどね、えー、明日も大阪なんですけどねあのもうソールドアウトすぐソールドアウトだったんでね、えー、会いに行きたいなと思ってね陽子さん久保田洋子さんのねサーベル大会ですよねの,あのすごいボーカルの、ねえー、方とですねあの今やってて。 ね、CD は僕、まだ今度終わったときに買いに行こうかなと思いますけどね、うん、あのすごく素敵なんですよね、パニッシュ、うん、やっぱりこう、僕らみたいな青春を過ごした人間にとってはですね、えー、心揺さぶられるようなあのグループというかね、何、うん、んとも言えない、えー、あの熱くなる時間なんです、ね、あのライあのバンドなんですね。うん まあ、あの本当にねあのー、アーシェイカーというね、えー、バンド、ね、このバンドがなかったらあ僕はあ大阪に来てなかったと思いますもうそこそれはもう断言できますね、うん、でなんか音楽を目指さなかったかもしれないですし、えー、やっぱりそれを紹介してくれた、ね、僕の同級生のね 友達のおかげややと思いますしやっぱこう人と人とがこうなんか混じり合ってですねこうその時その時に影響を受け合ってなんか人生っていうのが作られていくのかなと思いますしこれからもね僕の50代の,この年齢のねこの50代っていうのもねそうやと思いますしねえこうやってボビー・アートレザーのーねレザーアイテムをですね、あのー 使っていただいているね、あのお客様ともですね、えー、こうやって縁がご縁っていうのがね、つながっていろんなタイミングとか、なんかその出会いっていうのはですね、僕早すぎることも遅すぎることもないような気がします。ベストな時にちょうどいい時にその出会いがあって、えー、でまた離れたとしてもなんかどうかのタイミングでまたこう。 あのつながり合えるというか、なんか人生を通して、なんかこのボビーアートレザーという、僕のこの自分をね、こう、なんか生きる中でですね、それはね、あの、本当にリアルに肌で、毎日のように感じています。ね、今日は、ね、ええ、アーシェイカーというね、ロックバンドのお話をさせていただきました。で、そんな感じで、土曜日はですね、僕の、まあ、あの、個人的な、あの。 感想みたいなばっかりなんですけどもその中心に、えー、自分が通ってきて、えー、パッションを受けた音楽っていうのをご紹介できたらなと思いますそれではまたゆっくりお会いしましょうそれでは素敵な週末をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバー